ウォートフォーからサーペントのリニューアルです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。どうも、動画の方をご覧いただきありがとうございます。ジャパンベイプ TV のゆうです。さて今回はですね、ウォートフォーから届きましたこちらサーペントサブ、一応クリオロです。これを今回はレビューしていきたいと思います。こちら今回ウォートフォー本社より提供いただきました、ありがとうございます。さあサーペントミニがね、日本で結構ユーザーさんの間で話題になってた RTA だったんですけど、今回なんとサブってついてますけどクリオロになりました、あのサイズで。まあ手元で詳しい解説をしていきますね。そちらの方を参考にしていただければと思います。それでは手元の動画に移ります、どうぞ。それでは今回サーペントサブやっていきます。パッケージ開けるとこんな感じです。これがサーペントサブ本体で、コネクタがまず510、調整ができません。でドリップチップも510ですね。でスペアのガラスチューブで、これがウォトフォーのギビアウェイカードですね。でこれ簡単な説明書です。まあ普通にコイルに 3滴か5滴垂らして、でエアホールを締めてから頭開けてもらってトップから入れてください。で30秒ぐらい待ってくれと、まあできれば5分ぐらい待った方がいいと思うんですけど、リキッドによっては。そしてですね、コンプワイヤーって書いてありますが、実はこれはなんと中身カラーチェンジ用のオーリングです。いやこれパッケージ変えてもよかったんじゃない、ちょっとややこしいですね。で本体の解説なんですが、まずリキッド容量は 3.5ml 入ります。そしてクリアロになってますよね。でコイルは何かというと、実はこれカンガーテックの OCC コイルなんです。メーカーがねカンガー互換のやつで出すってね、何考えてんだここっていう、ちょっとここ外れにくいんで気をつけてください。今ちょっと開けてみます。完全にカンガーの OCC コイルですね。でも一応純正はサーペントサブって書かれてます。一応 50W までで 0.6 オームのコイルですね。なので OCC が使えるので、G クラプトンとか社外のコイルとかいけるかもしれませんね。もし C セルとかでも対応してるんだったらね、温度管理にも使えますし、割と使い勝手としてはいいですね。トップフィルですね。でちょっとここのねオーリングがねここに入っちゃってるので、ちょっと溢れます、リキッドが。満タンに しようが、まあ、しなくてもどっちでも結局ここについちゃったリップ部分についてるリキッドは多少はみ出てしまうので、ちょっとこれを改善してほしいなとは思うんですけどね。簡単に言うとトップタンクの 3.5 ミリショート版っていう感じですね。直径22ミリなんですごいコンパクトです。それではサーペントサブ、24ワットで吸ってみたいと思います。味はですね、まあクリアロなので、でもアイサブとかといい勝負ぐらいなんじゃないかなと思います。ただしですね、ちょっと欠点があって、カンガーの OCC コイルだけではないんですけど、これ漏れやすいってすごく評判悪いんですよね、今のカンガーのコイルとかって。ただこいつはやっぱり G クラプトンとか社外でも普通にそのトップタンクとかトップサブタンクミニとかね、あれ用のまあ社外コイルとかも頻繁にリリースがされてるので、そういった意味だとまあアイサブとかに打って変わって使えるいいアトマイザーっていう位置には全然いけるんじゃないかなと。アイサブと同容量近いんですけど、アイサブ G より全然背が低いので、まあ V と同じぐらいかなっていう感じです。デザインもねすっきりしてていいですね。ただやっぱりまあBVC コイルというか縦コイルなんで、結構ジュルジュル来ちゃうなっていう印象をちょっと受けました。で味はまあ泥を絞れば少し出るんでしょうけどね。で意外とエアフローのねここの調整が結構タイトに効いてくれるので、微調整で遊びたい人には全然いいんじゃないですか。
OCC の 1.2 オームとか組み合わせるといいかもしれませんね。ただちょっと味に関しては大味な感じがしないでもないので、リキッドの相性とコイルのね、あの選定次第かなとは思います。まあ逆に OCC が使えるってことは、これで例えば NI でも何でも温度管理用が出てりゃそれに付け替えちゃえば温度管理対応になるので、まあ、そういった意味ではすごくいいアトマイザーじゃないかなと思います。はい、まあ、ドリップチップも持ってたより熱持たないですしね、うん、というわけで今回はサーペントサブのレビューでした。今回商品提供いただいたウォトフォンのホームページは下に貼っておきますので、またよかったら見てみてください。こちらからメルマガ登録できるのと、あとよかったらこちらからチャンネル登録の方をお願いします。そしてこの動画が良かったなと思ったら、ぜひですね SNS 等でシェアをしていただけると助かります。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いいたします。